友部知識認定コーチの西村です。本日お伝えするのが、私はコーチング受けていただきたいのは、実はサラリーマンの方だったりするっていうお話です。私がこの動画でもって一生懸命皆様に語りかけている理由の一つっていうのは、コーチングというものがまだまだ日本の中で知られていないっていう事実があります。私自分が習っているウェブ戦略家のマークさんっていう人に、私これからどうやって活動していきましょうっていうご相談をした時に、西村さんがまずやることはコーチングを知らない人に向けて情報発信をすることだよって言われたんですね。価格競争に陥ることなくって、本当にコーチングを受けたい人に向けて受けてくださいっていうのを、そのメリットっていうのをお伝えしてくださいって言われてます。私実際は日本のサラリーマン、特に東京にいるサラリーマンの方ってすごく一般的な、世界的に見てお金持ちだと思ってるんですね。実際私石川県出身なんですけど、皆様すごい東京の方って豊かな人多いんですよ。そのくせ自分に対して金かけてないんですよ。それって同様なんです。高給取りのサラリーマンさん、皆様お金の使い方がどっか間違ってる。外見の服とかグルメにお金かけるんじゃなくて、もっと自分にお金使いなさい。自分に、そうじゃない限りパフォーマンス上がりませんぜと私は言いたい。コーチングっていうサービスはアメリカの方では非常に普及しているサービスで、自分の幸せを見つけて、自分が将来人生どうしていけばいいのかっていうのを自分一人で考えるとなんか変な方向に行くから、ちゃんと人の視線、特に慣れたプロの視線でもって見てほしいって、指摘してほしい、コーチングしてほしいっていうことで使うのが個人コーチングのサービスなんですよ。一人でできりゃ全然金払いませんって。私たちコーチが持ってるのは専門的スキルです。コーチングっていうのは目に見えないサービスなんですけれども、使う使わないで人生に大きな差が出るものです。それがアメリカでは非常に認知されてるからこそ、皆様ちゃんとコーチを雇います。高給取りのサラリーマンの皆様、後悔しないうちに無形のちゃんと技術にお金使いなさいということを私は言いたい。ということで、ぜひご検討ください。